気ままにダラダラ、ショーチャンネル。おいっす、どうもショーです。では今回も育てて日本人形をやっていきたいんですが、早速プルプルしてるな。祈ろう。このままじゃいけない。このままじゃダメだ。はい、というわけで、早速心霊コレクションをもらったんだけども、ろうそくをね、かなり貯めてきました。777本というわけで、まあこれからバンバンね、ちょっと成長させようかなと。まああんまりね、遊ぶをずっと見せられても、多分見てる人わかんないと思うし、ちょっと本当に、まあ時間潰しにはちょうどいいんだけど、なんでまあせっかくだからね、まあメインのこっちをね、見ていこう。でもどうなんだろうね、育てていくたびに増えていくのかね。おお、ちょっと可愛くなったよ、目がクリンとした。お母さん、お母さん、見えるよ、ちゃんと。お母さんの顔覚えたよ、忘れないよ絶対。あれ、やっぱ目がちゃんとクリンとしたからこっちの姿見えてんだ。また真っ赤かい。はい、申し訳ない、ちょっとびっくりしてスマホ投げちゃった。まだちょっと慣れてないね、あのびっくりに。おい、というわけでとりあえず目玉クリンクリンになったけど、ちょっと人形っぽさが出たかな。まあちょっと、今可愛さをって言おうと思ったんだけど、ちょっと撤回するわ。なんか映ってるもん今。もう一回やろうこれ。目だからな、次口とか出てくるかな。表情が見たいよね、そろそろ。ん？服？服か、服を着たか。お母さん、お母さん、着物欲しいな。青いのは安心だよ、赤いのは危ないよ。ほう、じゃあ青い服今着てたからまだ安心なのかな。あー、来た、こっち。めっちゃ近づいてきたけど目がどんどん黒くなってるよ。ダメだよこれ、これ祈ろう、これは即座に祈ろう。びっくりした。返してよ俺のクリンクリンの目。ちょっとなんかついてるって、なんか入ってるって。これダメ、今の状態ダメ。もう早く進化させて、早く早くお顔をね、表情よ。もうまい、閉めた。何、だんだん着物を着ていくのかい。お母さん、お母さん、くるくるして、とっても綺麗な黄色の帯、くる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 。ほう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 、じゃああれかな、次は帯が来るのか。また来たよこれ、また来るんじゃねえの。あ、今回来ねえ。ああ、残念、遅かったな。残念、もうちょっと早く出たらな、またびっくりしたんだけどな。あ、今度はちょっと遅かったから俺の勝ち、残念。ほんなら多分次帯かな。でやっと着物も全て揃うのかな。おー、来たー。あ、これでほんと日本人形の形はできたね。お母さん、お母さん、私大きくなったらお母さんみたいな美人さんなれるかな。残念、画面越しの人は男ですよ。お、怒んなって。男やけど、お母さんちゃうけど、怒んなって。そう、とりあえず怒らんで、まだまだね、可愛くするから。よし、どんどん行こう。これちょっと面白いな、変化見るのおもろいな。さて、耳生えた？
耳生えて口出たよな今。笑顔を練習してるの？口生えた？生えた？口できたじゃなくて生えた？生えたけどよ。いや近い近いよ。ちょっと下がろ、一歩下がろ。あら口生えたけど、これはなんて言ったらいいの。ちょ、顔モザイク入ってるよ、うん、ちょっと入るべきかと思う。ちょっと予想と違う方向にいたし、目クリンクリンじゃなくなったな。これ少し違う方向に回ってきたら、ちょっとお願いしますよ。もう少し違う形になっていただきたい。頼むわ。おい。笑った。笑ったよ。お母さん、お母さん、息したいの。息たいの。お花欲しい。意味深すぎない？はい。で、また来るの？来るのかな？あれ？来ない。えい！だから、時間差やめろって。しかも案外近くで見たら可愛かったっていう。案外可愛かった。目がちゃんとシャキッとしてたね、今。ちょっと思ったんだけど、髪の毛そろそろ生やそっか。ちょっと髪の毛欲しいな。どう？ん？あ、鼻ができた。ちょっとお猿さんにも見えるけど。お母さん、お母さん、すーすー息、美味しいね。もう息できるよ。もう鼻できたもんね。鼻もできて口もできて、うわ近くで見たらこれすごいね。いいお花だけど、ちょっと下がろう。ちょっと下がろっか。よし。ああ顔はほんとくっきり出てきたね今。おいちょっと今狼か、今の。なんだ今の。獣臭がする。ちょっとやめて、ちゃんとした人形にしたいんだから。どうかな次、髪の毛。鼻ときたらどうなんだろうね。お、ちょっと凛々しい顔になった。お母さん、お母さん、お月様キラキラ、お星様キラキラ、可愛いの、素敵なの、大好きなの。ああ、ちょっと女の子っぽさが出たね。やっぱり、だんだんと成長してきて、女の子数が増してきたかな。ほら、べっぴんさん。怖い怖い。祈る。これはちょっと怖いな、近寄ったら。うん。おい、キーキーかいかい。はい。さあ、どうなんだろう。もう本数的にも多分次ぐらいが最後だと思うんだけど。いけるかな？要求される本数は増えてないからいいんだけど。さあ、どうかな？ひび割れた顔が直した。おはよう、こんにちは、こんばんは。挨拶全部言えたよ。褒めて。偉いけど、偉いけど、顔どうした？だからひび割れちゃダメだって。祈る祈る祈る。ひび割れちゃダメだって。なんかはっきりしてくるのはいいけどさ、髪の毛生やす前にこうなるってか。勘弁して。ちょっとそろそろあれ、ろうそくもたまったと思うから、これで、もう一回だけやれるかな。200本、多分200本ぐらいでいけると思うんだ。ちょっとなんか外見はもう済んできたけどさ、どうなんだろう、いけるかな？よし。
若干髪の毛ある俺その髪の毛を干したんじゃないんだけど、生まれる前お腹の中でお母さんの愛情たくさんたくさん感じたよ。これ髪の毛生えてるよな。あーめっちゃブレイクしてるめっちゃブレイクしてはるけど、どうなんそれ。髪の毛若干ちょっとなんかほんま生まれたての赤ちゃんぐらい生えてるけどさ、どうなんでしょうこれ。まあこれが成長なのかな、これがまた何回かしていったら生えていくのかな。あの左にある掛け軸ぐらい伸びてくれたらまだね、この人形日本人形かな、うんぐらいになるんだけどさ、とりあえずこれ祈っとこう。いやまだ遠いか、まだ遠いのかこれ。もう一回いけるかな、どうやろう。いけるんなら見て、今回終わろうかな。あ、いけるな、よし来た。わろたちょっとだけわろた私嬉しくて体必死に動かしたよ。痛かったかな、ごめんね。これはお腹にいる時のお話。またいたぞ。からの来んのかな、どうなんだ。おー来たー。あ、やっぱ髪の毛生えてる、若干生えてる。あ、サイドとかもうふさふさじゃん。いいねいいね、いいよ。目もちょっとなんか二重っぽくなったじゃん。よし、こっからだね。じゃあよし、じゃあというわけで2回目かな。ちょっと一瞬顔はちょっとびっくりしたけど、まあ2回目の、育てて日本人形は、これぐらいに終わりたいと思います。まあまたろうそく貯めてこういう風にねちょっと育てて、見ていこうと思うんで、また次回もよろしくお願いします。では今回はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。